結局はこのトンガはウリかやつね。そうよ、キュウリ、ウリか。焼きナス。焼いちゃった。あ、そっか。焼きナス。美味しそうやね。うん。皮むいて。これさ、スーパー焼くよきね、うん。やけどするで。ノコメだってよかったね。うん。もう見て。昼から焼いて、そのまま。まあ。マリアマンって言うか、ほら、色がちょっと変になったけど、さあ、おばあちゃん、まあ、これは炊いたことないんだよね、なろうたように。これね、この龍馬さんの絵、武田鉄矢さんの絵じゃない、龍馬でも、さあ、これは、うん、どうやってするんやろ。どうやってするってそれ聞いたんじゃないの。うん、これどんなにしてるの、切りにするのかね。半分炊いて半分炊く、うん、おお、すごいね。あ、綺麗な綺麗な。冬瓜。うん。こんなに焼けようため。こっち向きな、こっち向き。うん。これ綺麗だね。そう。で、ぴったりくっつけるというか。そんなに長いことおけんの。ぴったり、そう、密閉しとかんって感じ。そういうことだろ。そう、ぴったりくっつけちょかんってから、隙間ないように。そうそうそう、そしたら持ちがいい。このコストコのプレスンシール、これはすごいね、重宝するとね。皮を剥かねえかんと思うけど。うん、皮が剥くのね。どうやって皮を剥くのね。うん、皮を剥く。そうやろうね。また確かに薄に切っちゃったね。うん。このぐらいに。このぐらいの長さで。秋やね、この虫の鳴き声。ボムがいっぱい食べた。うん、あんまりこれ味があるもんじゃないよ。味はないね。うん、味をつけにゃね。そうそう、だしとかでね。これくらいだったと思うけど。うん、
あれ、檻か？そうやろ、だって冬の檻とかこの。お砂糖も入れんやったきね。あ、そう、だいぶ切れました。あ、じゃあ見まって見まってやな。うん、そうやね。うん、これぐらい出てみた。うん、これが浸かる程度。もうちょっと余計な感じか。うん、結構な味しっかりつくで、鶏ガラスープは。鶏ガラスープは結構味がしっかりつく。で、うん、焼きあごだしね。はい、あごだしね。これも一袋入れねえかな。お醤油も少し入れるか。うん、はい、だしつゆ。薄いみたいに思うけど、うん、まあ味見って、うん、ちょっと水が多すぎたね。蓋して、いいね、その酢味噌ぬた。これ元気ママさんも2人揃って喜んでくれたやつね。食べよったね。うん、美味しい言って。食べる？まあ、ハムは食べるわ、絶対。あんたが？うん。ナシ好きやもん。煮たかなし美味しいやか。あ、美味しそうだね。
リンゴはあのウサギさんにするけど、梨はせんの、あれ色はあれやき、梨はできんのかな。あ、そう、リンゴは皮が食べれるしね、うん、梨はこれ思い切りのけないかも。そう、ぐっすりのけんというか、そこがね、あのちょっと酸味が強いというかね、やっぱりこういう切り方じゃないというか、のけれんって、ほら、うん、これ残したら美味しいね。うん、ちょっと酸味があるというか、甘いところは外側の白いところね、これがこうのことだ。そうそうそう。おいしいですか。お皿で切る。どうよ。まあ食べてみて。うん。はい。まあみずみずしくておいしい、おい、うん、しいね、この梨。そう、がっつりと、なんていうか、ぐっすり、うん、食べよって。いや、まあ後で食べたい、行事で、うん、でも、あ、ご飯食べる前にお腹張る、美味しいけど。新高どこ？新高梨は。いや、新高梨でもともと鳥取かどうかのあれ、怖い。ハリヒのはもっと大きかったね。いやいや、これ十分大きい。うん。うん、よいしょ、できた。かかけちゃったら。うん。あれ入れたら、出来上がり。好き通るのに耐えちゃったのね。ん？ブロータのは。おいしい、おいしい。はい。片栗。タケチュウ取るのがね、これ。これでお砂糖ちょっと入れたら美味しいような気がするけど、うん、お砂糖入れたらいかんよな、うん、みりんも入れられん、まあ言われたとおり、うん、ばあちゃん思うようにしたいの。思うようにだってこれの持ち味があるけどね、うん、持ち味かなね。でも、いけてるかも。これから身をつけたら、もう出来上がる。うん。食べろ。片栗をとろみをつけるためには、しっかり入れてから煮立たさんといかんがね。そうじゃないと、またシャバシャバになるがね。うん。うん、半分でやろ。うん。
抜いて抜いて、よいしょ。お待たせしました。今日はね、これ冬瓜いただいて焼きました。ここから焼きますね。なんかこれはお友達が送ってくれた煮高菜です。焼きナスの煮付けと、じゃない、これ酢の物、何かな、これ焼きナス、で、これ焼きナスよ、で、唐瓜、唐瓜美味しそうだね。山椒漬けも美味しそうだね。これでご飯いただきます。これお箸きれいなきゃね。はい、はい、どうぞ。はい、いただきます。じゃあまずこの唐瓜の煮付けからだよね。いただきます。落ちるよ。あっさりしてるね。あっさりと味が薄いような感じがするね。で、これ山椒漬け、わさびを醤油につけたやつも、はい、で、これあ、じゃあの茄子の根と酢ぬたをつけたやつ。この酢ぬたの味がね、ものすごい、これ美味しいわ。めっちゃ味がいい。ごまの風味と味噌の風味がすごい。白味噌、山椒漬けをかけたご飯、焼きなすおいしいね。これいただきます。はい、山椒漬け、ご飯にめちゃめちゃ、これおいしい。この片面炊いたご飯がまたおいしいね。ええ味、おかわりしそう。で、そしてこの梨いただきます。このみずみずしさ、口に広がる甘さ、めちゃめちゃうまい。この梨うまいわ。ではいただきます。焼きなすおいしいね。ご飯しっかり食べてよ。結局はこの唐瓜はウリ科やっけね。そうよ、キュウリ、ウリ科。キュウリ、ウリ科、どういうこと？今晩のおかず、あっさりしてる。秋夏は美味しいね。どうぞ。ありがとう。梨やで、こんなボリボリ食べれるから、そう、本当に美味しい。美味しいのね、この梨、みずみずしいわね。電話かけた感じさんね、美味しかったよ。ばあちゃん、今日の夕食、この総評と締めお願いします。はい、あるもんで簡単に作れました。うん、こういうけど、ね、たまには映画肉ばっかり食べる。冬瓜と梨でしたが、さあ、星はいくつでしたでしょうか。70点ぐらい。いや、低いね。高いって、あれは、用つけません。簡単やった。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。じゃあ、梨はゆっくり食べます。ゆっくり食べ、持っていけ。用事持ってきなさいよ。はいはい。